田町駅。田町駅は、東京都港区芝5丁目にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本の駅である。線路名称上は、東海道本線1路線のみである。詳細は、路線記事及び、鉄道路線の名称参照が、当駅には、電車線を走る京浜東北線電車及び、山手線電車のみが停車し、旅客案内では、東海道、 本線とは案内されていない。また当駅は JR の特定特殊内制度における東京特内及び東京山手線内に属する。駅番号 JK22 京浜東北線 G27 山手線。田町という駅名は三田口西口周辺一帯に広がっていたかつての町名から取られたものである。文政庁報書上によると江戸時代に 田畑が町屋へと移り変わったため、田町と呼ばれるようになったという。明治初期は頭に芝をつけて、芝田町と呼ばれていた。その後、1911年5月に芝の干渉が省かれる。海岸に面した細長い範囲の町で、この海岸線に沿った海上防波堤の上に鉄道が敷設され、1909年、この鉄道の新駅として、田町駅が、 芝田町一丁目に設置された。現在の芝浦口、東口周辺一帯は、当時まだ陸地ではなく、1913年に埋め立てられてから工業地帯へと変貌を遂げた。この芝浦口周辺は新芝町、後の西芝浦一丁目と名付けられた。駅名に採用された田町は、港区の発足した1947年に再び、芝田町に、 町名変更となった。その後、住居表示実施に伴う町名、町域の変更により、1964年7月に一部が、芝5町目に、1967年4月に、残りの全域が三田三町目になり、地名としての田町は消滅した。島式ホーム2面4線を有する地上駅で、京城駅舎を有している、京浜東北線と山手線は、 田畑駅から東駅まで同一方向の電車は同じ島式ホームを共有する方向別複々線となっている。東京方面から京浜東北線、南港、横浜方面と山手線外回りとの相互乗り換えをする場合、南隣の線路別複々線配置の品川駅では、なく東駅で乗り換えを行うことにより、階段などを使わずに乗り換えることができる。そのため、 京浜東北線南行と山手線外回りの車内では当駅での乗り換えを流すアナウンスが流れる。以前は乗降客が非常に多い割にホームが狭く駅利用者が平日に集中するため朝のラッシュ時にはホームに人が溢れがちで危険であった。さらにはバリアフリー化にアースエレベーターやエスカレーターの設置の動きがあったが設置する十分なスペースがなかった。そのため 3.4番線ホームの拡幅、階段の増設、コンコースの増床等の駅構内の改良工事を行い、2004年に終了した。出店、JR 東日本、駅構内図、山手線は、内回り外回りともに朝に当駅始発の電車がある。この電車は、品川駅西側の留置線から改装される。浜松町よりに2.3番線への出入りが可能な。 留置線が一本設置されている。この留置線は東駅新宿駅田端駅間の列車の運転が行われた時に使用された。現在は外回りあたり駅始発の方向転換で使用される。2017年、平成29年度の1日平均乗車人員は15万4915人で、JR 東日本の駅の中では、浜松町駅に次いで第18位である。 近年の推移は、下記の通り、三田口、西口と芝浦口、東口の2箇所が設置されている。詳しくは三田、芝、この2つは、三田口、芝浦、芝浦口をそれぞれ参照のこと。駅前を、交通量の多い第一京浜、国道15号が通っており、さらに、日比谷通りとの交差点にも隣接しているほか、 都営三田線や浅草線の三田駅も存在するなど、交通の便がいいことから、森永製菓、森永乳業や三菱自動車工業、日本電機、バンダイナムコホールディングスなどいくつかの大企業の、本社や、フカ、ジャパンや、アボットジャパン、SBJ 銀行などの外資系企業のオフィス、観光施設が点在しており、高層、上高層のビルが多い。とりわけ、日本電気は、本社がある。 NEC スーパータワーだけでなく、当駅周辺のビルに数多く分散して入居している。三田口周辺には、慶応義塾大学、豊田女子短期大学、広志連土学園中学校、高等学校、東京女子学園中学校、高等学校をはじめとして、教育施設も多いため、学生外の様相も提しており、飲食店など商業施設も集積している。 そのためか、都市銀行の大部分の支店は、三田口側に集約されている。また、港区内の他地域と同様に、ボツワナ・ハンガリー・イタリア・クウェートなど、多数の国の大使館、芝税務所、三田労働基準監督所、港勤労福祉会館、障害者福祉会館などの観光庁及び、公共設以外に、寺、神社、教会などの宗教施設が多数存在する。 地形的には20世紀に入り芝浦口川が埋め立てられるまでは海辺であった駅周辺を離れると丘が多く起伏に富んでおりやや離れた丘陵地には高級住宅やマンションが多く建っているさらに近年は三田口川駅近辺にも高層高級マンションがいくつか建設されているなお駅前のロータリーは構造上非常に狭くなっているその中に タクシー乗り場があるので、一般車両の進入はあまり見られないほか、バス乗り場も第一景品に面してのみ設けられている。駅開業後の1926年に開設された。当時、田町駅の乗降客数は1日約4万人を数え、その3分の1が、芝浦方面の埋め立て地に建てられた工場の、労働者による利用だったため鉄道省が総工費1万7000円を、当時、 約四十坪の改札口が設置された。芝浦口川は、そのほとんどすべてが二十世紀に入って新たに埋め立てられた地であるために、橋梁を除き全体に平らな土地で、運河も多い。さらに埋め立て地として、新規開発された工業区域であることから、工場、倉庫、オフィスビルなどは多いものの、三田口川には多数存在する諸外国の大使館、寺、 神社などの宗教施設は皆無で、観光施設や教育施設も少ない。さらに、都営住宅や2000年代に入り新たに開発された高層マンションを除くと、住宅も少ない。こうしたことから三田口に比べると、商業施設も少なく、かつては1990年代には、ジュリアナ東京やゴールドなどのベイサイドエリアへ向かう人々で賑わっていた。 芝浦口川も週末はやや閑散としにいる。一方で、工場や倉庫の跡地、新旧埋め立て地に大規模な再開発も進んだことから、状況は変わりつつあり、新密異製等の工場や、都電奏車場の跡地に建設された、芝浦アイランドなどの大規模な高層マンション群の分場や、その他の中小マンションの建設が進んだことから、住人の数が急激に増えている。 これらの変化を受けて、駅前は2004年に、路線バスの乗り入れができるように整備され、都営バス土地、伊バスのターミナルとして機能している。また、駅前にあった、港区立芝浦小学校は芝浦4丁目へ移転し、東京ガスの跡地にできた港パーク、芝浦内に、スポーツセンターと芝浦港南地区総合支所、2015年に、閉鎖等が移転した。 2008年5月29日には自由通路先のペデストリアンデッキに視覚障害者向けの電子情報案内板を NPO と港区が共同設置した案内板はタッチパネル式で地図のボタンを押すと目的地までの道順を音声で案内するまた各種イベント情報なども表示する渋谷方面は都営バス渋谷営業所を品川方面は 都営バス、港南市章それぞれ参照されたい。戦前、国鉄では品川東京間に伏線を増設し、京浜東北線の一部と横須賀線を走らせる京浜急行線計画が存在していた。その計画では東駅、東京寄りの内側線が留置線となっており、京浜東北線、山手線ともに外側線を走行し、 田町浜松町間で京浜急行線が内側に合流する形となっていた。この計画は台米線により中止されたが、後に京浜東北線と山手線の分離運転工事、東中間副伏線化工事というに活用された。この京浜急行線計画は現在の京浜急行電鉄とは無関係で、当時は京浜電気鉄道という社名だった。 東京オリンピック開催に合わせ、摩地駅品川駅間の東京総合車両センター、摩地センター及び仙岳寺駅の付近に、高輪ゲートウェイ駅を2020年暫定開業、2024年本開業予定。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。